はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でーす。お届けするのは、アッシー佐久間ゆうごでーす。今日も共に学んでいきましょう。本日のお題は、勉強では学びそのものより姿勢が大切なのだ。こちらのお題を今から読んでいきます。良い成績の人は良い大学に入学できます。良い大学を卒業した人は、一流企業に入ることができます。一流企業に入社すればある程度の入手と安定した生活が保障されます。一見すると頭が良ければ良い人生を歩めるように思います。ほとんどの人がここにある本当の真実に気づいていません。なぜ会社は成績の良い人ほど必要としているのか分かりますか？成績の良い人ほど努力の姿勢と実績が感じられるからです。良い大学に入学できたのは明確な目標を持ち、努力を継続できた証であり、実績です。成績が良いことから、その人には目標に向かって自分をコントロールする能力があるということがわかるのです。頭の良し、足より、人としての姿勢の良さがわかります。勉強ができる人は勉強をする習慣を持っています。勉強を継続できる習慣は自分をコントロールできる自己管理力があるということです。目標を持って立ち向かったり、スケジュールを整えたりなどです。頭の良し悪しではなく、目標に向かって自己を系統立てる姿勢が成績に現れているのです。成績の良さは自分をどれだけコントロールできたかを数値化させるに過ぎません。勉強といえば学びばかりに目を向けてしまいがちです。知識を詰め込むことが素晴らしいのではなく、目標に向かって諦めず立ち向かうという姿勢が最も大切なのです。勉強は知識の詰め込みではありません。目標を持って自己を系統立ててコントロールするための良い練習なのです。今日の格言、勉強では学びより姿勢を学ぶ。なるほどね。俺なんか勉強して聞こなかったから全然集中できない。すぐなんか他のこと考えたりとか他のことし始めちゃったりするんでね。本当勉強はね大事。世の中で使わないかもしれないけど、やっぱり知らないことを知るっていう楽しみを覚えるのをやっぱ今になって知りましたね。学生の頃はほとんど本当に勉強していけませんでした。まあ仕方ない。これから勉強いろいろ学んでいきたいと思います。ということで本日も勉強になりました。ありがとうございます。